にちは、西村ほのかです。皆さん明けましておめでとうございます。これが放送されるのは結構先になってるかもしれないんですが、一応今が1月1日です。はい、ということで、まあ、昨日31日の夜に実家に帰ってきたんですけど、ちょっと新年はいとこの家にまた毎年のように遊びに行くという行事があるので、これからいとこん家に行きたいと思います。はいねー、あ、るいくん走ってる。我が家のわんこです。この子たちはちょっと見てください。腰が悪いのと足がちょっと今怪我してっていうか、もう治んないんだよね、足。なのでちょっとこの子たちはお留守番です。なのでここまでなんでしょうけど、これからいとこん家に遊びに行きますね。はい、というわけで行ってきます。アンディ挨拶して、せーの、バイバイ。はい、到着しました。素敵なお家でございます。で、やっぱね、年始とは限らず年中無休恒例の家族マンションをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最近ちょっとジャンタマで鍛えてはいるので、上がれるように頑張ります。まだ焼き鳥を取るところから。どうぞ。見えない。でもお座り、行きます。どうぞ。手がちょっと拭きたくて拭きたくて。おはようございます。今日は朝4時まで麻雀やって今起きました。12時です。座って。はい、今から朝ごはん食べます。おせち、じゃーん。食べますよ。じゃーん。カニもあります。そうだよ、おいしい。あれ、なんかりょうたがすぐ食べちゃいそうな数の子もあります。数の子もあります。これどういう、うまくて、おめでとうございます。おめでとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。はい、醤油。何焼くだけ。あ、お雑煮。お雑煮は嫌です。砂糖醤油で。砂糖多めの醤油ちょっとだね。やめやつも。チャーシュー誰が作ったの。おいらはいい。いただきます。おいらすごいね。じゃーん。チャーシュー作る。美味しいよ。ちょっとね、いつもあの肩ロースなんだけど、うん、ももしか売ってなくて、ちょっとやっぱり、やっぱ肩みたいな。うん、クレームが。クレームきます。高いやつわかんない。いつもが全然マックラだけどね。うん。美味しい？うん、どう？パサパサして大丈夫。食べれるやつ。そう、ちょっとお醤油これかけるの。カズノコもあるからね。カズノコ大好き。うん、うん、いつも一番でなくなってるイメージ。カニのオッケーだよ、今日終わりだから。ブリンブリンはやんないの。何？あ、ブリやんなかったの。ブリやる。美味しいの。美味しい。うん、よし、いただきます。よかった。何が美味しいの。カズノコ。カズノコね。カズノコも美味しいよ。食べていきます。犬の散歩に行ってきます。行きます。今オープン。待って、今おんぶ。今おんぶ。よいしょ。さて、あ、エマちゃんはもう乗る体勢でいるよ。さて、立てない。元旦の2日は麻雀しかしてません。麻雀とトランプをし続けて何も取るものがなかったので、ラーメンを食べに来ました。ラーメンを食べます。名所商店にやってまいりました。はい、こちらの味噌ラーメンをいただいていきます。チューバタコーン来ました。チャーシューもすごい、なんかチャーシューやね。失礼します。いただきます。じゃーん。新州は3歳で。いただきます。え、でもなんか甘いよ。これ多分甘い。これも北海道。うん、北海道じゃない人の飲みたい。九州だな、これ。九州が甘いよ。あ、美味しい。こっち九州。こっち可愛い。え、九州は本当は甘いんだよ。あ、こっち甘い。全然味違う。私九州で好きだった。濃い口だよ、甘いな、これ。甘いはずだけどな。甘口だけど、確かにネギが。ネギだ。ああ、一緒だよ。ネギが辛かった。全然違うわ。いや、ここに入った。美味しい。
テト。ポテトおもろ。あ、カレー君。はい、こんにちは。自宅に帰ってきました。人がいますが。今日はちょっとナッツの方の YouTube をコラボするので皆さんそちらもチェックしてみてください。で、年始は本当に麻雀とトランプしかしなかったんでYouTube を全然回せなかったのでちょっとエンディングを今撮りますが、マジでのはもちろん。で、今はお昼から鍋を作っております。お願いします。というわけで鍋を作ってる絵で締めたいと思います。今日は北海道濃厚味噌味と牛テール白湯鍋です。なんかさ、練習のさ、来たじゃん。何？あれし？話してたじゃん、YouTube で。めっちゃスピだったよ。やった？違う、もう言いたいんだけど、YouTube、ほのちゃんの YouTube。ほのがスピだった？うん、スピすぎて、もうめっちゃ顔がスピってて、やばいやばいって言ったの。本当、なんか裏悩み、2023年裏悩み写真しかね、みたいな。裏悩みいっぱい。そうだね、スピってたかも。あれはでもな、なんかちょっとスピるわ。夏スピだから絶対すごーってなるよ。スピ超スピ超スピでしょ。もっと同じぐらいのスピだと思う。めっちゃ狂ったよスピだよ。そう、すぐ死んじゃう。そう、よくも悪くも影響されやすい。今回はネギはちょっと薄めにしてみました。あれ、なんか嫌いなものあったっけ。ない、キノコ系。あ、キノコ。あ、しめじも好き。えのきが無理。あ、えのきだ、えのき。あ、えのきがいける。しめじ何なんか、茶色いやつ、茶色いちっちゃいやつ。どんぐらい時間かかってたの。29、30、31、1、2、3。そんな長くは、5泊。おお。もう実家になんかきつくない。うん、そういうことないよね。ないない、途中もうなくて、うん、ちょっと厳しい。わかるよ。でもよく帰ってない？帰ってる。ああ、でもそんなよくじゃないよ。たまに帰ってる。鉄が迎えに来てくれるからさ、家まで。鉄が DM 来たって言った。 DM? あ、DM? そう、よろしくねって。って言われて、すごいテンション上がったって言われて、5回ぐらいはこの年末年始ストーリー載せたもんね。ちょっとエンディングする、ね、締めるね一回。というわけで鍋が完成してましたので、これを YouTube で食べていきたいと思います。では皆さん2024年もよろしくお願いします。バイバイ。